はいどうも、トコジャニオタの菊池と申します。さあ先日ですね、ストーンズがなんと新曲の発表したということで、まあ、めちゃくちゃ嬉しいですね。まあ、今回その新曲のね詳細を一緒に見ていきたいなと思います。ぜひ最後までご視聴ください。ストーンズといえばね、7月にセカンドシングルナビゲーターを発売したわけなんですけど、まあ、このナビゲーターがね、富豪刑事というアニメの主題歌だったわけなんですよね。ほんで今回ね、発表した新曲の方もなんとアニメ主題歌なんですよね。2回連続っていうことですごいめでたい話ですね。曲名もね、発表されてて、ニューイラーって曲ですね。まあ、ストーンズらしいロック中ナンバーになっているとのことです。主題歌になっているアニメが、汎用のヤシャ姫っていうね、まあ、10月3日よりスタートするアニメですね。このアニメはですね、今から約20年前に放送してました犬夜叉の続編になるんですよね。僕もね、同世代なんでも大好きなアニメでしたね。ほんでこの犬夜叉の初代オープニングを担当してたのが V6 なんですよね。ほんで曲名もチェンジザワールドって曲でした。つまりチェンジザワールドからニューイラー、 V6 が世界を変えてストーンズが新しい時代を作るっていうね、この流れにファンが今歓喜してるわけなんですよね。さらにストーンズとね V6 の共通点といえば同じメンバー数である6。ほんでグループ名にもね、この6っていう数字が入っているわけなんで、6つながりのねグループが次に担当するっていうことで、そこにもねエモさを感じるファンが今多いみたいですね。で今回ね、主役のヤシャ姫っていうのが犬夜叉の娘なんですよね。つまり犬夜叉からヤシャ姫に主人公が変わり、主題歌も V6 からストーンズに変わると、まあ、世代交代っていうねアニメとリンクしているんで、そこにもエモさを感じますよね。ストーンズはね、去年開催した単独コンサートのタイトルが Change the Era 2009っていうねタイトルだったわけなんですけど、まあ、このタイトルにね V6 の Change the World のチェンジ、ほんで今回新曲のねイラーが入ってるわけなんで、まあ、そこもなんか嬉しいですよね。ほんでストーンズのねインスタにて今回のね新曲が発表される前に、この新曲を匂わせるような画像がね、まあ、3つほどアップされてたわけなんですよね。それを見たファンがね、まあ、並び替えたらニューイラーになるなどの考察があって、今回の詳細があったわけなんで、まあ、遊び心があって面白かったですね。ほんでこの新曲ニューイラーが、まあ、シングルとして発売されるのか、アルバムの曲として入るのか、その辺もまだ分かっていないんで、その詳細待ちってとこですね。アニメ主題歌がね、まあ、続いてるっていうことで、まあ、大河くんの夢であるコナンくんの主題歌になるっていう日もね近いんじゃないかなと思いますね。この新曲がね初めて聴ける日が10月3日、アニメがスタートする日っていうことなんで、まあ、本当にねもう首を長くして待ちたいなってとこですね。ぜひ皆さんの意見とかも聞かせください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。